2016年7月、福島県福島市に住む韓国籍の女性が自宅から行方不明となった。失踪したのは韓国籍の佐藤睦美さん、43歳。睦美さんとの連絡が途絶えた韓国の家族が日本の警察に相談し、行方不明になっていることが判明した。睦美さんは2008年6月に日本人男性と結婚したが、2010年に離婚。2014年4月、福島市の男性 A さん64歳と再婚。 A さんは初婚だった。しかし二人の結婚生活は長く続かなかった。結婚から2年後の2016年4月、 A さんが不慮の事故で亡くなってしまった。その時の新聞記事をご紹介します。2016年4月12日午後2時30分ごろ、福島市の農業 A さん66歳方から出火。下草など約60平方メートルを焼いた。消火しようとした A さんが両足に軽い火傷を負った。福島署が原因を調べている、という新聞記事なんですが、これについて現地の方にお伺いしたところ、 A さんが裏庭の枯れ葉を燃やそうとして火をつけたところ、垣根に燃え広がってしまって、慌てて消火しようとして、その際にズボンに燃え移ってしまったとのことです。新聞記事では軽いやけどとなっていますが、これは実際は重度の大やけどだったらしく、目撃者によると A さんはズボンに火がついたまま助けを求めてきて、救急車で運ばれる際は下半身がアルミシートでくるまれていたそうです。はい。それから4日後の4月16日、 A さんは搬送先の福島医大病院で死亡した。 A さんはこの火事の1年前にも同じように庭から火を出しており、木や下草など約65平方メートルを焼いたが、この時は幸い怪我などはなかったそうです。出火の原因は分かっていないが、おそらくこの時も枯れ草を焼こうとしたのではないかと見られている。夫の死から約1年3ヶ月後の2017年7月6日、睦美さんの行方がわからなくなった。貴重品は部屋に残され、自宅の照明やエアコンをつけたままだった。この日、睦美さんは午前に予約したネイルサロンをキャンセルしており、その後自分の車で東北道福島西インターチェンジから高速道路を利用しているのが分かっている。しかも彼女の車の中に男が乗っていたのを監視カメラが捉えていた。そして翌日の7日午後5時35分ごろ、宮城県富谷市のバイク用品店に睦美さんと A さんのクレジットカードを使用し、バイク用品を購入した男が現れた。
11日、韓国在住のむつみさんの母親が連絡が取れなくなったことを不審に思い、日本の警察に捜索を依頼したことで、むつみさんの所在が不明であることが判明した。福島署は他人名義のクレジットカードを不正使用したとして詐欺の疑いで宮城県大崎市の韓国籍で無職の S 容疑者36歳を逮捕した。 S とむつみさんは知人関係にあったという。はい、ということで、まあ、今回はここまででして、果たして S という男はむつみさんの失踪について何らかの事情を知っているのでしょうか。続きはまあ第2弾ということで次回お伝えしたいと思っております。ちなみに自分はですね、この実際にこの S の裁判を傍聴したことがあるのですが、検察はね、冒頭陳述で S とむつみさんは愛人関係と述べておりました。さらに S はですね、2008年10月から行方不明となっている仙台市内の韓国人留学生とも知り合いだったことが分かっております。ということで、むつみさんの自宅周辺でもいろいろとお話を伺ってきましたので、次回もよろしくお願いいたします。はい。